して全てのプログラムが終了となります。皆さん本当にありがとうございました。はい、ご来場いただきました皆様、お忘れ物がないようにお気をつけてお帰りいただければと思います。これから大雨が降ってきそうな予感がしますので、早めにご帰宅をお願いいたします。皆様にご協力がお願いしたいと思います。ゴミですね、周りにゴミが落ちていましたらゴミステーションまでぜひご協力をお願いいたします。ご来場の皆様、次回の小笠原のイベントは12月の15日竹芝で小笠原デーを予定しております。12月の15日竹芝で皆様にお会いできることを楽しみにしております。業務連絡です。このイベントのアルバイトスタッフは本部の前に集合してください。アルバイトの方は本部の前に集合をお願いいたします。